もう34の011対戦勃発資料集が248ページで最初の方はある程度やってますで、ちょっと概論は今せずに途中概論的なことをやります。最初ちょっと経過でいきますね。テキスト頭ですね。で、サラエボ事件で1位対戦始まります。使用者248ページ下にオーストリア皇位継承者います。 で、彼らが暗殺されたのが、サラエボ、潮州が248ページマップ、オーストリア・ハンガリー帝国のボスニア地方の中心都市サラエボ、シティ。 でなんでここで暗殺されたかっていうとオーストリアが支配しているボスニア地方しかしながらそこには多数のスラブ系がいたと支配階層はゲルマンだけども非支配はスラブでお隣のスラブの国セルビアがあるわけよねでセルビアの工作員プリンチップがゲルマン人であるドイツ人であるオーストリアの皇位継承者夫妻を撃ち殺したとでなんでこのようなことがあったかというとまあゲルマンと スラブが仲悪くて、もう散々やってきましたが、で、ゲルマンはガンガン軟化して、この辺を抑えたい、スラブを支配したいと考えてる。ということで、テキスト。1914年の6月28日、日付は思わなくていいんだけども、大事なのは、これが、 すげえ因縁の日なのね。昔々、この辺に大セルビア王国っていう国があって、それが滅んだのが6月28日。まあ、つまり、スラブが負けてしまったよっていうのは6月28日。で、この日に当てて軍事演習しよったよん。で、軍事演習っていうのはいつも言ってるように威嚇になります。そのまま攻め込むことも可能だしね。ということで、オーストリア・ハンガリー帝国のボスニア地方で、セルビアの国境線で、スラブとの国境線で、 軍事演習しよったんよ。セルビアの連中はよろしく思ってない。で、ボスニア地方の軍事演習だったんだけども、セルビア人のプリンチップ、セルビアの諜報工作員がいて、そいつがオーストリア行為継承者を撃ち殺したと。で、これにオーストリアが切れて、このプリンチップはセルビアの工作員だと。で、セルビアの中にオーストリアの警察を入れるって言い始めたわけ。で、そんなのは認められない主権の侵害だ。 で、今話をなんで長々としたかというと、何度も何度も言うんだけども、サラエボ事件というのはパン・スラブとパン・ゲルマンの対立ね。スラブ万歳、ゲルマン万歳の対立ね。で、オーストリアがセルビアに宣戦線布告して第一世界大戦始まったと。言っても、いきなり第一世界大戦ではなくて、1週間かけて1位対戦。まあ1週間しかかからないんだけどね。まあ1位対戦の勃発はもともと、まあ、たかだかオーストリアとセルビアの戦争やね。 じゃあ、世界体制の話していくよ。テキストをめくってもらって4ページね。ここから丁寧にやります。今までは先週やったからね。オーストリアがセルビアに宣戦争布告しました。そうすると、セルビアと同盟関係にあるロシアが戦争を準備します。総動員令をかけます。そうすると、ロ露出同盟に基づいてフランスも戦争準備に入ります。ちょっと手に行きますね。もう一回言いますけども、オーストリアとセルビアの戦争から始まったわけ。 で、オーストリアがなんでそんなに強気なのかと。セルビア言うこと聞かないの戦争だと。こう背後にドイツがいるから。独王同盟。同じゲルマン人ね。同じドイツ人ね。ドイツ帝国ね。で、セルビアも強気なのは、ロシアと親分子分の関係にあるから。だから、オーストリアとセルビアの戦争が始まったら、さっき言ったようにロシアが動員令を出す。で、ロフス同盟に基づいて、フランスも動員令を出すと。で、ドイツは、これ二勝目になるなということで、 こちらのタイミングでガンガン攻め込んでしまおうということでドイツがロシアにもフランスにも宣戦布告して世界大戦になってしまうともう一回言いますけども最初は高々かかオーストリアとセルビアだけの戦争なのしかしながら独王同盟やロフ同盟によって戦争が拡大するわけ今言った個々具体的な話からかなり抽象的な話をします先週も言いましたが現在は 同盟関係は基本的に否定されますだって一位大戦っていうのが同盟という同化戦で大戦争になってしまったから。故に集団安全保障システム、国連とかいうものができるわけ。一位大戦は勢力均衡ね、三国協商と三国同盟が対立して、とか勢力均衡で秩序を維持してたんだけども、 たかたかセルビアとオーストリアの戦争でバーって大戦争になっちゃったから、同盟は良くないということで、みんなで国際連盟、国際連合に入ってどっか一つが悪さしたら、みんなでいじめると。みんなで制裁するという仕組みになったっていうのが一つの筋なんですが、問題。湯気先生の説明で違和感感じた人いるでしょうどこに違和感感じた日露同盟の時とかの同盟関係あった。なるほど。確かに日露戦争で同盟関係、日英同盟はロフス同盟あったけど、世界大戦に。 だってないってことをねなるほどその視点も素晴らしいね他は現在本当に集団安全保障システムだけですか同盟はそんなに否定されてますか今は NATO とか NATO があるじゃんあれと先生おかしいと先生の今の説明だったら同盟を否定的に見るんだったら同盟は存在しないもしくはちっちゃくあるべきですよねしかし NATO はありますよね北大西洋条約機構というめちゃめちゃでかい同盟がありますよね これは何でですかっていう。で、これ一位体制の中に矛盾があって、今からその矛盾を格論で見ていきますね。この今上の話と同じタイミングで違うものがあるわけよ。じゃあ格論いくね。イギリスが戦争に参加します。で、なんでイギリスが戦争に参加したかというと、ドイツがベルギーに入ったから。じゃあなんでドイツがベルギーに入ったかっていう話をします。 シュリーフェンプランの話ですね。あのね、ドイツは二正面やれよって考えてました。フランスとも戦いながら、ロシアとも戦えるよと。ただ、軍部はね、やれって言われたら軍部は、うん、やれって言われたらやるけども、かなり大胆なやり方じゃないとダメだなと。シュリーフェンが何考えたかというと、斧もをガッと振ると。ロシアが動く前に、ドイツはベルギーを抜けてフランスを叩くまず え先生なんで衛星中意則であるベルギーを叩くんですかと、うん、フランスは過去のドイツとの戦争、フス戦争で負けたことから、ドイツとの国境線に強力な防衛ラインを引いてたわけ。で、この防衛ラインを迂回するために、ベルギー経由で入ろうと。で、これがシュリフェンプランです。で、ここで先ほどの話に戻るんだけども、なんで現在、NATO があるかと思って話なんですよ。 ヨーロッパは衛星中立国もしくは中立国が多かったんだけども、現在衛星中立国ほとんどないっすよ。もうスイスだけでしょ。スウェーデンもやめちゃったからね。なんで衛星中立、中立国がなくなってしまったのかというと、いくよ。ベルギーはドイツと対立してなかったのに、道路として、通り道として使われたわけ。ということで、ベルギーっていうのは、この後、 まあちょっといろいろあるけども、中立政策を基本的にやめてしまって同盟大好きになるわけ。NATO 本部ベルギービルスでしょ。で、今第二次世界大戦の話してますけど、二次大戦の話しますね。二次大戦ではベルギーも懲りてます。だから、ドイツとベルギーの国境線に強力な防衛ラインを引きましたと。おっしゃる次二次大戦でドイツどうしたかというと、今度は中立国オランダ系で入っていくんですよ。また、二次大戦で、 デンマークとかノルウェーっていう中立国があったんだけども、ドイツは、ナチスドイツはイギリスを倒すためにデンマークやノルウェーに侵攻していくわけ。たくさん飛行場が欲しいよね。たくさん潜水艦を隠す港が欲しいよね。ということで中立国を攻撃してしまうわけ。どことも同盟を結ばなければ戦争に巻き込まれることがないという考えで中立国や衛星中立国が存在していたんだけども、いやいや、 ベルーギーに巻き込まれた、オランダに巻き込まれた、デンマークに巻き込まれた、ノルウェーに巻き込まれたということで、現在、ヨーロッパはほとんどの国が NATO に入っています。つまりだ、よろしいか、第一次世界大戦は確かに同盟関係が同化線の機能を果たしてしまった結果、集団安全保障という考え方に至ったと、連盟とか連合に至ったと、同盟を否定的に考えるようになったと。 けど一方で、一位大戦中や二次大戦中に中立国に侵攻したということで、やっぱ同盟に入っとかねえかんよね。ということで、現在、大きな同盟 NATO が存在している。シュリフェンプランの続き話します。シュリフェンプランっていうのは、ドイツ軍のほとんどをベルギー方面に向けて、フランス、パリを落としてと。まあ、それまでロシア軍っていうのはおそらく、 ロシア軍の動きは遅いだろうと思っとったよところが、ドイツ軍の想像以上にロシア軍が結構速いスピードでやってきたわけ。でこれは何でかというと、まあ、皇帝ニコライ2世自身が戦場に出たとかね、えー、また、ロシア軍がかなり鉄道をもう軍事の方に振ってしまった、全振りしたと。まあ、その結果ね、ロシア革命起きちゃうんですけども。ということで、 やばいと。ベルギーに抜けてパリ手前ぐらいまで行った時にやばいって話になって、一部の部隊を、その、東の方に戻したんですよ。結果、斧の打撃力が足りずに、パリ手前で止められてしまった。これが、テキストマルの戦い。資料集が、49ページ左下の西部戦線のマップ、パリ手前マルのチェックして。で、ここで、西部戦線は硬着状態になります。まあ、残豪戦は後で説明します。じゃあ、 一部の部隊、東に向かわせたんだけども、こいつが有効だったかというと、この援軍が到着する前に極めて少数の部隊でロシアの大軍を打ち破った、これがタンネンベルクの戦い。率いた指揮官はヒンデンブルク。あまりにも大きな勝利によってヒンデンブルクは軍神神様になっちゃう。本当はね、この戦場はタンネンベルクから少し離れてたんだけども、昔々、 ゲルマンがスラブに大負けしたタンネンベルクに近かったわけよね。だから、ここもタンネンベルクの戦いでいいじゃんと。ご先祖様が負けたけど、我々は勝ったぞということで、タンネンベルクは受験生泣かせで2回あると。次、ベルギーの中立審判を違う角度でやります。なんでドイツ軍がベルギーに入るとイギリスは参戦するんかって話ですね。ちょっと話変わるね。オランダっていう国を作ったのは、 まあ、オランダ人ですけどもどこが極めて積極的に支援したイングランドそうイングランドがイギリスがエリザベス1世なんかがほら頑張れ頑張れって武器渡したわけよねでなんでイギリスがオランダの建国を支援したりドイツ軍のベルギーの中立審判を破ったなんでイギリスが参戦するかというとイギリスにとってオランダベルギーってすげえ大事なんですよすごく近いのね 最後がオランダベルギー辺りを支配したらそのままイングランドに攻め込んでしまう可能性が高いとドーバー海峡短いからね。ということでこのイギリスの近くにある国っていうのはちっちゃい国のままがありがたいわけよ。問題日本の安全保障の歴史の中で同じような観点で建国まあ厳密に言うと復活を支援したイベントわかる満州事変 あー、けど満州事変は別に日本の安全が脅かされてたわけじゃないでしょ。今の理屈ね、日本があって、日本周辺で安全保障の観点から日本がちっちゃな国を作る、復活させる。イギリスがベルギーを守ったように、イギリスがオランダを作ったようにっていうケースだよ。小学校でやってる。白村黒の戦い。資料集が飛ぶよ、ページー、 79ページ白村をチェックして白村をチェックしたら1回76ページ中国随唐の時代に中国でかくなりますででかくなって朝鮮半島に支配を及ぼす可能性がありました実際に唐はコ句クリや百済を滅ぼしてますでこのままやったら朝鮮半島は中国が支配して唐が支配してそのまま 日本に攻め込んでくるかもしれない。やべえやべえって話になって、前線指揮所である太宰府の権限を強化したり、また、くだら王朝の復活を目指して出兵したわけ。それが白村湖の戦い。自分の国を守るために周辺にちっちゃな国を作るとか、その国を守るというのはよくある話。フランスは自国の安全保障を考えて、近隣のちっちゃな国々を あるる程度コントロールしししし維持しましたよね何の話してるライン同盟ライン同盟ねじゃあ先生大国間で大きな勢力と大きな勢力が衝突しないために間にちっちゃな国を配置するってことあるんですかある日本主演の歴史で言うと現在もそうじゃん朝鮮半島朝鮮半島資本主義勢力とその共産勢力があってでこの間にさ韓国とその北朝鮮っていうちっちゃな国を作ったってのがあるわけでしょ まあ少なくともちっちゃな国を維持したわけよね。で、これは干渉地帯として機能するわけよ。白村悟の戦いと全く同じで、1950年の朝鮮戦争で北朝鮮が南下してきて、ああ、共産勢力がこのままだったら、もう朝鮮半島取ってしまうってなったら、在日米軍出動じゃん。マッカーサーが行くじゃん。インチョン上陸するじゃん。まあ、白村悟と全くケースは同じだよ。で、話元に戻していくぞ。かなり抽象化するぞ。大国の周辺のちっちゃな国を侵略した場合、 大国が出てくるケースが多いわけ。よろしいかベルギーっていうちっちゃな国を侵略したらイギリスが参戦してくるわけよ。自国の安全保障のために。党がちっちゃなくだらを滅ぼしたら、我が日本が安全保障のために攻め込んでくるわけ。白村後の戦いね。朝鮮半島を共産勢力が統一しようとしたら、在日米軍が出動してくると。ちっちゃな韓国を守るために。残念ながら、この時のドイツは、 あんま賢くないんすよ。ガチガチの軍事国家で、ユンカーで、軍事に関しては長けてるわけよ。けど国際政治とか、歴史とかはそんなに勉強してないです。あの、普通に、ドイツのエリートである参謀本部の連中の、世界史の学力と、君らの世界史の学力だった君らの方が強いです。少なくとも、彼らは、センターで共通テストで、ツーミスとか多分いけないですね。 それぐららいいの能力をももしし持ってたらベルギーに進行とかしないですもんだってさ過去にあったろどっかの国がベルギーに侵攻してきたらイギリスが先制してきたじゃん。何の話してる過去にあったろどっかの国がベルギーに侵攻したらイギリスが大きな動きをしたでしょ何の話してるフランス革命戦争そうそうフランス革命の際にフランス革命防衛軍がベルギーに侵攻したらイギリスはタイプ大同盟組んだでしょ ルイ16世の処刑だけじゃないんですよ。目の前の国がちっちゃいと。だから、簡単にやれると思いきや、簡単にやれないというケースあるわけ。今回のウクライナもそうかもしれない、もしかして。プーチンがね、あそこまで NATO 諸国がウクライナに支援するとは思ってなかったかもね。歴史を勉強するとね、いかにね、人々が歴史を勉強してないかじゃん、わかるよね。 一位体制の話をするために、ちょっと話戻りますよ。帝国主義の話になるね。潮集がページ238ページ。右下、県間競争。第一次世界大戦前、ドイツの将来は海上にあり、と皇帝ビレルニスエはガンガン軍艦を作ったと。まあ、ドイツは別にイギリスを仮想敵として軍艦を作ったわけではないんですが、イギリスの方はドイツを仮想敵と考えたわけ。で、イギリスは、 艦隊法という法律を作って、これはすごいですね。艦隊法という法律が、どんな法律かというと、海軍力ナンバー2の国とナンバー3の国が一緒になって攻めてきても、イギリスが押し返すだけの海軍力を保持するっていうもので、ドイツがガンガン軍艦作ると、イギリスもガンガン軍艦作らなきゃいけなくなったわけ。で、これ結構しんどかったんやけども、第一次世界大戦でドイツ、イギリス戦争になりましたと。 で、ユトランド沖海戦で、これは史上最大の海戦ね。資料集がページ249ページ、マップ、デンマークの沖やユトランド。デンマークの根元にキールという軍艦でしょ。で、そこから出撃して、イギリス艦隊と一戦交えて、教科書ではね、イギリス海軍が優勢と書いてるんですが、実際ね、たくさん敵を倒したのはドイツ側なんですよ。イギリスの方が、 ダメージを受けたんだけども、なんせイギリスは船の数が多いから、海軍力がでかいから、イギリスは押し返して。で、ドイツ艦海軍はキール軍港から出られなくなりましたよと。で、最終的には、後でやりますけども、キール軍港の水平反乱で、ドイツ帝国を滅ぶんですよ。これがあったから、二次大戦で、ドイツはどうしたう陸軍に全振りした。もう、陸軍に全振りしたのよね。まあ、二次大戦でも U ボート作るんですけど、潜水艦作るんですけども、二次大戦で、 なんであそこまで、えー、陸上戦力を増強したかというと、一時対戦の失敗があるんですよね。さっきのマルヌの話します。結局ドイツは西部戦線では膠着状態になったと。マルヌで止められた。パリ手前で止められた。で、ね、結局4年かけてもパリ落とせなかったと。ところが、第二次世界大戦ではたった6週間でパリ落とすんですよ。なんでこんなに一時対戦と二次大戦違うかというと、二次大戦においては、ドイツはほぼ陸軍に全振りしてるよね。 だからパリがあっけなく落ちたわけ。で、ドイツ海軍はキール軍港から出られなくて、と。問題。戦争で、海戦で軽くやり合って、艦隊が港に押し込められると。港から出られないというケースは受験生監視で2回出てきます。1つは今やったキールね。もう1個わかる人。どっかの国の艦隊と軽くやり合って、その艦隊は軍港の中に入り込んでると。で、その軍港の手前で、 待ち構えてると日露戦争そう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 旅順の戦いねで待ち構えてるんだけども別のロシアの艦隊がバルチック艦隊ねこれはバルチック艦隊が来る前になんとかこの旅順の閉じこもってるやつをやらない,いかんというので、まあ、203個打ち取って砲撃してった話だよね OK <noise> 通称破壊ですね無制限潜水艦作戦無制限潜水艦作戦っていうのはこれは 交戦国の船でなくても、中立国の船であったとしても、軍事物資とか積んでる可能性があるから、もう無警告にガンガン沈めちゃうぜっていうのは無制限潜水艦作戦。で、ドイツは U ボートで潜水艦で、まあドイツも潜水艦 U ボートと言います。まあドイツは潜水艦が優れてるので、こういう名詞があります。まあガン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 。 沈み寄ったんやけども、イギリスの客船ルシタニア号を沈めた際に、この中にアメリカ人が多数おったよね。ほんで、アメリカの世論が盛り上がってしまって、と。これが、後にアメリカ参戦の理由の一つとなります。ケ、OK、ー。セクション34-01、1位対戦勃発終了。